今日のお話は、室蘭女子高生失踪事件。室蘭女子高生失踪事件は2001年3月6日未明に発生した。北海道室蘭市に住む当時16歳の女子高校生、千田麻美さんが突如行方不明になった事件です。千田麻美さんは当時パン屋でアルバイトをしていましたが、学校が入学試験で休みの日にパン屋の本店にてオーナーから、コーヒーの入れ方を教わる予定でした。しかし、バスに乗った千田さんは、パン屋の本店がある停留所東通では降りず、その3つ先の東町2丁目で下車して、オーナーと会う時刻の13時過ぎを回っているにもかかわらず、スーパー室蘭先の化粧品売り場にいたところを、監視カメラに映っていました。その後、彼氏からの電話があるも今は話せないから、後で電話するね。と電話を切ったきり千田麻美さんは行方不明になってしまいました。両親が警察に捜索願いを出し、神隠しのように姿を消した千田麻美さんの捜査が始まりましたが、まず疑いの目が向けられたのは会う約束をしていたパン屋のオーナーでした。しかし、オーナーは千田麻美さんが来ないため探しに出た。体調が悪くなったため自宅で寝ていたというアリバイを話し、警察が徹底的に調べても事件につながる証拠は上がらなかったため、暗礁に乗り上げてしまい現在に至っています。現在までに、千田麻美さんは北朝鮮に拉致されたという説や、友人との怨恨説など様々な憶測が飛び交っていましたが、その消息につながる新しい情報は出ておらず2021年現在も消息は不明になっています。人通りの多い繁華街で白昼に起きた失踪事件は謎が多く、不可解な点もあったため全国で大きな話題となりました。当日の千田麻美さんの足取り、12時0頃千田麻美さんがパン屋の本店に電話をかけ電話対応した従業員に午後1時過ぎに行きますと伝えていた。12時15分千田麻美さんは自宅近くのコンビニに立ち寄った後道南バス停留所白鳥台中央を12時15発東町ターミナル行きのバスに乗車。千田麻美さんはバスの後部座席に座っており友人が見かけたことから手を振り合っていたことを証言している。12時53分パン屋の本店があり降りるべきバス停留所東通に到着するもなぜか千田麻美さんはここで下車しなかった。13時東通から3つ先の停留所である東町2丁目で千田麻美さんは下車した。道路越しに同級生の男子2人が千田麻美さんを見つけて挨拶をしている。13時4分千田麻美さんの姿がスーパー室蘭先の化粧品売り場の防犯カメラで確認されている。13時42分千田麻美さんは当時交際していた彼氏から PHS に電話があり今、下に着いたよと伝えていた。この下というのは地元民が繁華街周辺を呼ぶ時に使う言葉で、この時の千田麻美さんの PHS の更新記録によるアンテナ中継地点は東通停留所だった。そのため、先から再びバスで東通に戻りパン屋の本店に向かったものと思われる。13時46分彼氏から再び電話が入ったが、千田麻美さんは今話せないから、後でかけ直すねと伝えている。この時のアンテナ中継地点も東通停留所付近だった。この後、千田麻美さんは消息を絶って連絡が取れなくなり PHS の電源が切れたままになっていました。不可解な点2つ。1パン屋の本店の最寄りバス停で下車しなかった。千田麻美さんをよく知る友人たちは皆千田麻美さんについて、とても几帳面で真面目な性格だったと証言していて、約束をすっぽかしたり堂々と遅刻するのは考えられないと言います。では、なぜ千田麻美さんは約束の時間を過ぎているにもかかわらず、パン屋本店の最寄りバス停を通り過ぎてショッピングモールの化粧品売り場を、うろうろしていたのでしょうか？しかも、少し時間を潰した後わざわざバスに乗ってパン屋本店の、最寄りバス停へ戻っていたという行動はかなり不可解です。考えられるのは、千田麻美さんがパン屋の本店に電話をしてアポを取った際、対応した女性従業員が証言した13時過ぎという約束の時間自体が記憶違いだったという可能性です。もし、女性従業員の記憶違いだったとすれば、今度は会う約束をしていたオーナーの証言も重要になってきます。パン屋本店のオーナーは、
昼過ぎに来ると思い13時30分まで店で待っていたが来なかったため外出しました。その後体調が優れなかったので、家で寝ていましたと証言。ということは、やはり約束の時間は13時過ぎで女性従業員の証言は正しかったと思われます。に約束の時間を過ぎていたのにオーナーが千田さんの PHS に電話しなかった。ここで、次に不可解に思われる点はパン屋本店で千田あさみさんが。来るのを待っていたオーナーはなぜ千田あさみさんの PHS に電話をしなかったのでしょうか。オーナーは、時間になっても現れない。千田あさみさんのことを気にかけて彼女を探しに外出したと話しています。時間に遅れた時点で何かあったのかと心配するのは当然です。しかし、まず電話をして繋がらなくて心配になり、探しに行くというのが一般的に考えられる順序だと思います。ましてや、几帳面で真面目な性格で知られていた千田あさみさんの場合はなおさらです。犯人として考えられる人物。パン屋オーナー説。交際相手の証言や PHS の記録から、千田あさみさんは失踪直前にパン屋本店の付近にいたことは間違いありません。また、最後の電話で、交際相手の男性は室内にいる気がしたと話していることから、失踪する直前に最後に会っていたと考えられるのが、パン屋のオーナーです。オーナーの証言は信憑性に欠けることや最後に会った人物として最も有力だと考えられること。そしてオーナーが体調不良で家で寝ていたというアリバイを証言する人もいませんでした。これは警察から公表された情報ではありませんが、そもそもコーヒーの講習など存在しないと証言している従業員もいたそう。しかし、コーヒーの講習を行うという名目であさみさんは、パン屋の本店に向かったわけですからやはりオーナーへの疑いは拭いきれません。また、当時この事件を独自に調べていた自称探偵の人のサイトには、パン屋の本店が入っていたビルはオーナー所有のビルであり会場の空き室を居住スペースに使っていた可能性がある、と記述されています。そのため、空室であさみさんを監禁殺害したという説を支持する人も多い。繁華街で起きた事件といっても、パン屋の本店を少し入れば人通りが少なめの中央分離帯のある道で、もう少し裏手には森もあったり、近くで大きな工事が行われていたため騒音で紛れることも可能でした。つまり、実際には人目につかないように犯行に及ぶことが可能な環境だったようです。そのため、警察もまずはじめにパン屋のオーナーを疑い3日間にわたって任意の事情聴取を行いました。そして、所有する車両の押収自宅と店の捜索などありとあらゆる手を尽くして、オーナーが事件に関わっている証拠をつかもうと懸命に捜索が行われました。しかし、事件の手がかりとなる、千田あさみさんの髪の毛一本見つけることができずオーナーは釈放されています。ただ、その後も執念深くオーナーの周辺は調べられており、オーナーが被疑者として疑われていることが噂になるとパン屋は閉店を余儀なくされました。オーナーはその後、別の土地へと移り住む際に自身が住んでいた家を取り壊したそうです。これを怪しんだ警察は、さら地になった土地をわざわざ重機を使って掘り起こして基礎の部分まで徹底的に調べました。もしかしたら千田あさみさんの死体が、埋まっているかもしれないと思ったからです。しかし、そこまで調べても千田あさみさんの手がかりは何一つ出てはきませんでした。学校の同級生もパン屋本店のオーナーが怪しいと思っていた。パン屋本店の裏口を見渡せる場所に警察車両が24時間体制で張り込んでおり、オーナーは気になって仕方がなかったのか30分おきに裏口に顔を出しているのが確認されています。後ろめたいことがなければたとえ警察が張っていても警戒することはないと思いますが、たびたび警察の存在を気にしていたということはオーナーはもしかしたら千田あさみさんのことが、バレるのを恐れていたのかもしれません。このパン屋オーナーは地元では変人として知られていたようで、犯人だと疑われていたことから客足は遠のいておりその後ほどなくして閉店に追い込まれていました。また、千田あさみさんの同級生の間でも兼ねてから、パン屋のオーナーが変人であることを話しており、絶対にあのオーナーが犯人と話し合っていたそうです。コーヒー講習はなかったと語る従業員証言も、千田あさみさんが来ないことを心配して、
探しに外に出たと証言したオーナーですが、電話をかけてしまうと最後に電話をしたのが、自分だと記録が残ってしまい疑われると考えたのかもしれません。また、コーヒー講習はなかったという従業員の証言もあるようで、千田麻美さんはかねてからストーカー被害に悩んでいたことを支店長やオーナーに相談していたという話から、コーヒー講習ではなくオーナーに相談のために訪れていたのかもしれません。そして、オーナーは千田麻美さんと二人きりになった瞬間を狙っていたのかもしれません。北朝鮮の工作員説。この事件の真犯人として最も有力な説だとされているのが北朝鮮の工作員に拉致されたという説です。拉致被害者として知られる横田めぐみさんも同様に白昼堂々、人通りの多いところで拉致されています。北朝鮮の工作員による拉致は特定の場所で行われることが多いとされ、千田麻美さんが失踪した付近でも過去に一件例があったため、この説が疑われています。また、千田麻美さんが室蘭先からパン屋本店に向かうために乗ったバスには23人の乗客が乗っていましたが、実は3人の身元が分かっていないという情報があります。これだけ白昼堂々、女子高生を拉致してどこかに監禁し殺害、死体遺棄までを誰にも見つからず、しかも証拠も残さず行うというのは現実的には不可能に思えます。だとすれば、もうすでに捜査の及ばない場所へ拉致された可能性を考えるほかありません。現在は未解決事件として処理され、その真相は闇の中ですが、ご家族、特にご両親の心中を察すると本当に胸が痛くなります。ご家族はそれでも、もしかしたら元気な姿で帰ってくるのではと信じて待っているでしょう。何か一つでも手がかりになる情報をお持ちの方はぜひとも室蘭警察署まで一報をお願いしたいです。ご視聴ありがとうございました。